はい、本日はですね、夏場の乳首が透けない白 T はどれだということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、乳首同好会の皆様、大変お待たせいたしました。こちらにですね、白 T、 無地の白 T というのをずらーっと並べさせていただきました。何種類あるかというと12種類ありますので、実際着用してみていってね、どれぐらい透けるんかというところをね、見ていきたいなと思うんですが、これが透けてくるとですね、 Google の規約に引っかかってきて広告がつかないということがありますので、もし透けた場合はですね、モザイクでごまかしたり、ちょっと距離を取りながらね、ご紹介していこうと思いますので、本日の流れとしてですね、とにかく12種類の白 T を次々と着ていきます。で、僕を人体実験として使っていきますので、これやったらギリギリ映らへんなとか、これも映ってますよねとかっていうところね、見ていきましょうということで、もうほんまに専門的に今回はコーデとかかっこいいとかどうでもいいです。とにかく透けるのか透けないのか、もうここだけを見ていく動画という、めちゃくちゃマニアックな動画になっているんですけどね、やっていきたいなと思いますので、早速着ていこうと思います。まず1点目というのがですね、皆さん大好きこちら、ヘインズのビーフィー T シャツということで、まあこれは有名ですよね。とにかく白の T シャツ買おうかなと思ったら、まず1000円ぐらいで売ってるし、6オンスぐらい確かあったと思うんですけどもね、これをまず買おうと思うことが多いと思うんですけども、まず着ていきましょう。はい、それではね、着用してみました。ヘインズのこちらが L サイズなんですけど、はっきり言ってサイズ感とかどうでもいいですよ。とにかく透けるのか透けないのか、もうそれだけを見てもらいたくて着用はしてるんですけど、皆様いかがでしょうか。どうですかね、こう形が出てくる、もしくは透けてくる、そういったことございますでしょうか。色味の、移りとかっていうのありますかね。よかった、このためにいいカメラ見しといてよかったよかった。はい、いかがでしょう、映ってるよとか映ってないよとかいうのがねありますでしょうか。まずこれが一つ目のヘインズの、L サイズの T シャツですね。一応ヘインズの中でもこれが一番分厚いタイプのね T シャツかなと思いますが、では次の T シャツに移ります。こちらも6音数ぐらいあったと思うんですけども、フォースはベターといってね、今ちょっともう取り扱いないかもしれないんですけどもね、こちら軍隊とかでも使用している素材をね採用しているということなんで、これも1着2000円ぐらいで購入できるんですが、これももしかしたらないかもしれないですけど、これも着ていきましょう。はい、着用してみました。こちらフォースアベターの M サイズです。もうサイズ感とか先も言いましたどうでもいいです。とにかく透けるのか透けないのかもそれだけでございます。どうですかね、こう透けてる感じありますか。多分、さっきのこのヘインズをね、基準点としましょう。 M1 でもありますよね、基準点。まず一組目が基準点になりますので、これがまず90点だとしましょう。90点の透けどいい感じですよね。100点とまではいかんけど、ちょっと形は出てたよねというぐらいなんだけども、このフォースアベターはね、次はちょっと形ははっきり出ちゃってますよね。6オンスといえどもやっぱ形はね、結構出てくるかなと思います。これギリギリ広告つくかなっていうようなラインなんですけど、まあ点数的に言うと85点ぐらいかなと。で、汗とか書いてきたらちょっと色味がもう出ちゃうかもしれません。僕そんなピンクではないのでね、こう映る可能性はあるよねというような形になっております。これを親族が見てたらどう思うんかと思いながらね、やっていきたいなと思うんですが、次がこちら、少し値段は上がりますが、グッドウェアというね、まあこれも有名なブランドですよね。 US コットンというね、生地を使ってるので、ちょっと生地のね、表のところに風合いがボコボコあるんですけども、まあこれが特徴的な T シャツなんですが、これも着用しましょう。はい、こちらもね、 L サイズで着用してみました。やっぱ風合いのね、このボコボコ感が出てるし、さらに左のポケットがついておりますので、こっちはね、透ける心配がないと思います。もしポケットがある状態で透けちゃったよという人がいてればですね、もうそれは切断して、もう乳首をホルマリン漬けとかに入れといてください。もう必要ありません。もうポケットがある状態で浮き出るんだっていう人は、もうそんなもん取ってください。で、右側どうですか。これはポケットない方なんですけども、生地感的にはね、これが分厚いです。一番今来た3つの中では分厚いかなということなんで、だから95点ぐらい、もうほぼ透けの心配はないんじゃないかと。このポケットない方に関しても生地はあまり形とかをね、拾ってるような感じはありませんので、乳首だけで言うなら95点はね、上げたいんじゃないかななんていうふうに思いますので、無事ホルマリン漬けにならなくてよかったなっていうことでね、次4つ目いきたいなと思います。4つ目がですね、こちらユニクロ U ということで、もう毎年ね、定番で出てますよね。これもね、1000円ぐらいで購入できるかなと思うんですけど、ユニクロ U のクルーネックティーという、こちらを着ていきたいなと思います。こちら L サイズで着用してみました。どうでしょうか。そんなに透けてる感じはないけど、ちょっと形は拾ってるかもしれませんね。この辺ね、こんなね、汚いの見せて、お食事中の方、本当大変申し訳ございません。まあ、ユニクロぐらいであれば、ちょっとこう張ってくると、透けちゃうかなっていうことなんで、先のヘインズ、一番最初のヘインズのちょっと下ぐらいなんで、88点ぐらいというね、点数を勝手に上げたいなと思います。で、次はですね、何かと言いますと、こちら 10YC というブランドでね、知る人ぞ知るみたいなブランドなんですけど、ちょっとこちらもね、着用してみましょう。確か日本のブランドやったと思うんですけどもね、着用していきましょう。はい、こちら 10YC です。まああんまりご存知ない方もね、多いかなと思うんですけども、生地的には一般的な生地感かなと思いますが、やっぱ貼るとね、結構こう形は拾ってくるかなという印象ですよね。そんな分厚いわけでもないし、特にポケットがあるわけでもないんでね、まあこういった感じですね。ごくごく一般的な生地感かなとは思います。まあ乳首透け度で言うと、点数的には85ぐらいですかね、85点ぐらいというような感じになってるかなと思います。
。では次は6点目ですね。これがですね、まだタグ切ってないですね、無印の T シャツで長長面天竺編みというね、カットソーなんですけど、こちら着ていきたいなと思います。着てみてびっくりということでね、これ半袖とか五分丈みたいな感じやったんですけども、こちら無印のね T シャツです。無印ラボでしか売ってないタイプなんですけども、まあ、生地感はねめちゃくちゃいい生地使ってるのは知ってんねやけども、そもそもの分厚さがね薄いので、これは一番薄く感じますね。なんやったらポケットがあるんですけども、ポケットすらもねちょっとこれ浮き出てくるんちゃうかなというようなね形になっておりますので、非常に薄いですね。これはもうインナー着た方がいいかもしれないので、点数としてはまあ70点ぐらい、もうスケドで言うと70点ということで、一切これ形とかファッション的な話はしておりません。ただただ乳首の点数をつけておりますので、次に行きたいなと思いますが、次が何かというとですね、これもユニクロですね。ユニクロでもねクルーネックティー以外にもちょっとこういった高級素材のスーピマコットンクルーネックティーってやつがあるんですね。次はこちらを、ね、着ていきたいなと思います。基本的にはサイズ全部 L サイズですね。はい、着用してみました。こちらも結構比較的薄めの生地ですね。さっきと同じぐらい、無印と同じような感じの生地感で、なおさらポケットがないので、これはかなり拾いやすいと言えますので、まあおそらく多分使用用途とはしては、こうシャツとか着る中に着るんやったら全然いいと思うんですけど、これ一枚で歩くと、もう完全にこれあんた下着やないか、肌着やないかってね奥さんに言われると思いますけども、これがユニクロのスーピマコットンティーですね。でこちらに関してはですね、点数は70点と先ほどと同じぐらいの点数、乳首点数ですね。でようやく折り返し点が終わりました。あと残り5つなんでね、お付き合いください。次は何行くかというとですね、これも結構人気の高いというか、まあコスパのいいやつなんですけど、プロクラブっていうね、まあブランドというか、まあ比較的安い、T シャツということなんですが、ちょっと色味がね青なってますけど、これだけこちらのアメリカのねやつの T シャツを着ていきたいなと思います。はい、とまあいかがでしょうか。こんな感じですね。これも L サイズなんですけど、やっぱり海外企画やからちょっとね大きいですね。でそれとアメリカのやつでね、この US コットンって言うんですけど、全体的にボコボコしてるんですよ。だからあんまり目立ちにくいかもしれないですね、こう胸がね。で形も拾いづらいかもしれんし、やけどそんな分厚いわけじゃないから、まあ、もしかしたら拾うかもしれんけど、そもそもがゆったりしてるからそこまで拾いづらいかな。で US コットンってね、これもそうやし、あとチャンピオンの T1011 とかもそうやったし、あと最初の方に出てたこのグッドウェアとかもそうなんですけどもね、こうボコボコした風合いがね、それがいい感じになってくるんですが、まあ、着心地はねちょっと落ちるんですよ。ちょっとこれも着心地があんま良くないんやけども、まあ、これは85点ぐらいですかね。そんなめちゃくちゃいいわけじゃないけども、まあまあまあそんな拾いづらいんじゃないかなと、1枚で着れる許容範囲かなということでね、次に行きたいなと思います。次はねこれも珍しいんですけど、ベンチっていうサンダル、学校のトイレのねサンダルとかあったでしょ、あれのねブランドっていうか会社が作ってる T シャツなんですけども、まあ、これも比較的薄いですね。これは拾いそうやな、結構ね汗とかかいたらべっちゃりひっつきそうやから、これに関してはまあ70点ぐらい、もう乳首胴で的に言うたら70点かなっていうようなね白 T かなと思います。そして次がですね、こちらオールイワーズというねブランドさんの T シャツなんですけども、これはねどっちかというと速乾性のあるタイプの T シャツなんですが、これもねまあちょっと出てますね。これちょっと際どいな、これだいぶねちょっとまあ乳首的にはちょっと透けるやすいかもしれないんで、インナーはこれも着た方がいいかもしれないですね。だから1枚で着るっていう厚さじゃないかもしれないんですけども、こちらねオールイワーズさんというブランドさんでした。で次がですね、これはなんだ、ホワイトなんとかって書いてあるんですけど、これもパックティーですね。アメリカのねパックティーなんですけど、これもちょっと一回着てみましょう。これも結構透けそうですね、下着感出てるから。はい、いかがでしょうか。もうどう見ても下着感出てますけどね、やっぱパックティーってね肌着感出るんですよね。下着っぽい感じがどうしても首とか詰まってても出るんやけども、やっぱね薄いですね。もうこれも出てますね。申し訳ないです、お食事中の方本当すみません、汚いの見してね申し訳ないんですけども、最後はね、ちょっとねとっておきのやつがありますので12個目に行きたいなと思います。でそれは何かっていうとね、これ僕が作った T シャツなんですよね。首元とかにあえてタグ入れんと痒くなるからね、いつも入れてないんですけど、じゃあ次これを着ていきましょう。ちなみにこれ8オンスです。一番分厚いです。はい、着用してみました。こんな感じです。いかがですかね。こうやって胸張ってももうほぼほぼ透けないようなぐらいのね分厚さになってて、まあ一番ね分厚いように作ってるんで、まあ、そんな感じなんですけど、いかがでしたでしょうか。一応85点ぐらいやったら、まあ1枚で着用しても全然夏場でも問題ないと思うんですけど、ちょっと薄いなと思うやつはね結構ピンチだと思います。ちょっと気付けなあかんと思います。っていうのもね、こうやって乾いてる状態っていいんやけど、汗かいてくるとへばりついたり余計形出てくるんですよね。だからそういうところで言うと、このヘインズのねビーフィー T シャツとかもまあギリギリ着るんちゃうかなっていうところであったりだとか、あとホースアベターね、これ2つ目のやつもねいいんやけども、これちょっと今も作ってないかもしれんけどね、こんなんが良かったりだとか、あとはねグッドウェア、これもアメリカのやつなんですけどね、これもね比較的良かったですね。ポケットのやつ、左側ポケットが絶対大丈夫だけど右が透けやすいかもしれんみたいなんで、左
りも透けるやつはもうホルマリンにつけちゃえとかって言ってたねやつなんですけども、この辺は良かったかなっていうことと、意外とユニクロもね透けそうじゃ透けそうでしたねユニクロね。で途中で挟んだこのプロクラブってやつ、まあ、この辺とかもね透ける心配はねないんちゃうかなっていうことで、乳首透け的にはね、まあ、こういったね研究結果が出ました。まあ、なのでね今後、まあ、白Tの形とか、まあ、そういったところはちょっと別動画にして、今回はもうほんま乳首に特化しただけのね動画ということにはなってるんですけども、乳首問題もね非常に大事な問題でございます。我々のね乳首研究会でもね常日頃毎年言われてるんですよ。こう透けるのってどうなんだろう、形が拾うのどうなんだろう、色が見えるのどうなんだろうって言われてるので、ね、まあ、これはちょっと一つ参考になるんじゃないかなということで、本日はですね白Tの乳首透け問題についてお話ししてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。